オスとメスを別々に分けて飼いましょう。私たちの研究室では金魚をオスメス別々に分けてこれらの水槽で飼育しております。今回の動画ではその金魚の性別をどうやって分けるのかについてですね、解説していきたいと思います。金魚のオスとメスを分けて飼う理由は人工授精を成功させたいからです。肺発生をじっくり観察したい私たちにとって人工授精が成功するかどうかは非常に大事です。そして人工授精成功のポイントは産卵期に入る前にオスとメスをちゃんと分けて飼っておくことにあります。ではどのようにしてオスメスを見分けるのでしょうか。産卵期が近くなってくると成熟したオスには追い星が見られます。個体によって異なりますがオスの金魚にはだいたいエラや胸びれの上に追い星と呼ばれる白いつぶつぶが現れます。直接触ってみるとオスとメスの違いがよくわかります。頭や胸びれに触れるとオスはザラザラしておりメスは滑らかな感じがします。ちょっと手触りを映像で伝えるのは難しいのですがイメージとしてはオスはサンドペーパーを触った感じ、メスは滑らかなガラスを撫でたような感じです。この食感の違いを利用してオスメスを見分けることもできます。普段は実験の都合上ゴム手袋をしているのですがこの場合手袋を外して金魚の体の表面の食感を確かめます。この時には先に手を水につけて冷やしておいてちょっとだけ触るような感じがですね、魚には優しいです。あとは魚を優しく捕まえてお腹を軽く押してみて総排泄口を見て精子を出すかどうかを確認する方法です。これはオスを見分けるための非常に正確な方法です。さて今までオスを見分ける方法を説明してきましたがメスを見分ける方法についても説明したいと思います。しかし結論を先に言ってしまうとメスを見分ける方法はかなり難易度が上がります。一応やり方としては総排泄口を見て産卵管が見えればメスと判断することになります。つまりお尻から何か飛び出しているように見えればそれはメスだと考えるわけです。確かによく成熟していて卵を産む直前のような個体だとはっきりと産卵管が飛び出しているように見えます。しかしどの個体からもはっきり産卵管が見えるとは限りません。またちょっと産卵管が飛び出したように見えた個体をメスだと判断してメスのいる水槽に入れて飼っていたら実はオスだったと後で気づいたことも何度もあります。こういうことが起きると人工授精をする上で非常に困ったことになります。オスとメスを混ぜてずっと飼っていると知らない間に産卵を終えて全てのメスがほとんどの卵を産み終わってしまう。そうなると人工授精ができなくなるという事態に陥ります。こうなると観察や実験を進められなくなってしまいます。なので何としてもオスメスをしっかりと分けておきたいわけです。でも扱う金魚の数が増えてくるとどうしてもオスメスの選別ミスが起きやすくなります。なので、そういうミスを避けるために水槽の数に余裕がある場合はオス、メス、性別不明の3つのグループに仕分けをするようにしています。まず精子を出す金魚はオス、総排泄口を見て明らかにメスとわかる金魚はメス、そして精子を出さないけれどもオス、メスがよくわからない個体は性別不明としてそれぞれ違うグループに分けていきます。そして性別不明として分けられたグループについてはまた産卵期が近くなってきたあたりでもう一度オスメスをチェックします。このルールを決めておいてみんなで手分けして作業を進めます。そうすることでミスが少なくなります。たとえたくさんの金魚を扱うとしてもオスとメスを間違って同じ水槽に入れて飼ってしまうリスクを減らすことができます。毎年頑張ってこの作業をしてくださるアシスタントの皆さんありがとうございます。はい、このように金魚のオスとメス無事分けることができました。これらの魚を使ってこれから人工授精を行っていきます。その様子はまた後ほど別の動画でご紹介できるかと思いますので、ご期待ください。このチャンネルが皆様のお役に立てば幸いです。それではまた。シリーズ見逃したくない方はチャンネル登録しておいてくださるとよろしいかと思います。自動で通知が行きますので、はい。